はい、今日のセカンドチューンの動画は、おい、あ、びっくりした、夏だな、夏だな、おい、夏っすね、夏だな、おい、夏だな、夏。というわけで夏休みガチャがやってまいりました。夏といえばあの人、トランジスター髪の色を見てください。あ、なるほどね、夏です、完全に。まあ確かに言われてみれば。というわけで今日はこのトランジットと一緒にガンホーコラボガチャで、ね、夏休みガチャ引いていこうと思います。よいしょ、トランジットさんお願いします。どうすればいいの？ね、欲しいのが、この子が出たら、あ、青い子、青い子が出たら僕はもう終了です、あ、ちょっとハゲてる子だ、どうしますね、すみません、逆に出るまで僕は引きます、はいはいはい、もう何円かけてでも。なるほど、いきます、はいはい、あ、終わりました。どういうこと？もうダイヤじゃないとダメなんですよ。あー、あ、もうそれじゃダメなんだ。もうスケベな女の子が出続ける。いや、めっちゃいいじゃん、伝説のガチャです。こっちの方がいいじゃん。いや、そんなことないね。はい、もうなんか実力しが、おー、出た、あー、スケベ、待って、スケベ見えてない？いや、見えないでしょ。大丈夫だ、なんとか、なんとか、おお、いいね、おお。なんでね。スケベ率高くない？スケベなんですよ、夏は。ラクシュミーです。あ、そうなの、ラクシュミー、これ強いんだ。これ強いですね。ダイヤが出ればもう大抵強い。なるほど。まあこれはもう終わりですわ。一番ダメじゃん、絶対石じゃん。まあそれでもこの胸、うーん、え、ちょ、そういうゲームになっちゃう。大事だもんね。そうなんです。あ、もう、あ、まあでもどうせエロいんでしょ。ほら、やっぱ、まあ私ハズレのようでハズレじゃないもん、ね、もはや。人によっては当たりなんですよ。なるほど。まあこれでも、これでも結局、結局スケベなんですよ。そう、本当にそういうゲーム、本当にそういうゲームだよね、これね。鍵します。夏休みガチャ去年もあったんですけど、うん、あの、今までずっとその女の子とか、うん、おー、ミルちゃんだ。ミルちゃん、ミルちゃんです、これは。そう、なんかこういう女の子多かったんですよ、やっぱ水着の、うん、なるほどなるほど。なんですけど、その、ヨグソトーズっていう、こういう子が、何こいつ、変じゃないですか、ちょっとなんか変だね、うん、変わってる子だね、なんかね、浮いてるよね、クラスで。クラスで浮いてる子だよね。どこにでも行くんですけど、このタイプは。この子は水着着てる、水着ヨグっていうのが今回いるんですよ。はぁ、この子が水着着てるの。はい、ほら、どういうこと、水着胸にほら。いやいや、ほんとTwitter でバズって、なんか、え、なんでキモいみたいなこと言われたんですけど、ちょっと、狂ってるね、ちょっとね。おぉ、それがでもめっちゃ強いんですよね。ちょっと欲しくなる。あ、まあ、こういう、ね、男が出るとちょっと、もうちょっとね。ってなるんですけど、まあ、その中でも、なぜかあの、得体の知れない生き物が、そうだね。え、それはちょっと欲しいね。欲しいんですよ。あ、それを知ったら、待って、すごい。わぁ、それでもこのお尻。そんなお尻良くないよ。いや、でも幼女ですからね。そうか、そういう層には受けてる。トランジストが好きな幼女。やめなよ。そうなっちゃうから。ああ、幼女だ。幼女ですね。好きじゃないから。隙間見てください、でも。あ、ちゃんとボタンがね。じゃあ、そういう、本当に俺が好きみたいになってるじゃん、それ。え、幼女好きじゃないんですか？別に嫌いじゃないけど、どちらかというとムチムチの方が好き。ああ、そうですね。あら、男が出ると、うん、グレード男って最悪じゃん、もうひどいこと言わないでください。さっきから撮影用できる。うわぁ、渋い、せめて女だよ。あ、気持ち悪い。こんなに気持ち悪いかちゃってる。違いますよ、夏休みなんて許してくれないですよ。夏だけはやっぱね、もうすが、いや、これめっちゃ露出すごいよ、これバズラでさ、絶対ダメなやつ。オッケー、ダイヤ。渋いな。ほんと中学生とかってもうパズドラありゃいいよね、もう。パズドラありゃいいよ、どっちもゲームもね、あっちも楽しめる。待って、待って。お、わあ。ダイヤ星6、7、8からどれかが出るんで。あ、8まであります。8まであります。どっちかというと8が出てきたかもしれない。え、もう当たんないんじゃない、だからもうなんか、常識を超えてるんですよね。水着って、やっぱ、こういうビキニって女の子着る水あるじゃないですか。まあ、女の子着るものでしょ、だって。いや、それは違うんですよ。それをもう一回取っ払った時に、ヨグソトースっていう架空の生き物が、そのなんか水着のブラザーみたいなのしてたら、どうなるのかって。やってみたってことね。はい、公式でやっちゃったってことなんですね。そうね。それは面白いよね。で、すごいのが、ヨグ体なんかこう、蛇みたいなのがあったじゃないですか。めっちゃブラザーみたいなのたくさんつけてるんですよ、全部胸なの。ツイッターでは、なんかいろんな人に、なんか水着泥棒やって言われて。
めちゃめちゃ、おっ風神だ、これも強いし、でも星8です。これ星8じゃん、すごい、初めて手に入れました、ね、おめでとうございます。じゃあ今日はここら辺で、いやまだです、僕はあの出すまで、僕はかわいそうかわいそうあいつも、あっ、まあちょっとね、かわいいけどな、かわいいけど違うんですね。なるほど、あれが結構大変な作業だな。いやもう僕は止めないです、この手を。いやマジ、ちょっと一匹受け入れてもいいんじゃない、うん、うんうんうん、怖っおい、あ、オッケー、頼む。うわ、だれだ、これはソニアか。まあまあまあ、まあまあ、なんなんですね、なんなん、まあ、悪くはない。ラストです。あ、終わりだ。佐藤さん 1.5% なんで、はいはいはい、あ、じゃあそんな低いわけでもないんですね。そうですね、割と100回引いたら、まあ大体1回は、うん、1匹と半分出るぐらい。半分ってなんでちょっと文字加減してみましょう。なるほど、1万5000なんで相馬さんがエロい店行くのと変わんないぐらいです。いや、もうちょっと高いよ、もうちょっと高いうわぁ、ちょっと引いてみますよ。ちょっと俺、あの実は意外とね、こういうの財布が持ってるんです、僕実は。顔と違って顔ほどの運って何ちょっと見て、ほら、まあ、まずこれダイヤ出る。おお、ガチじゃん。え、これは、うーん、よく出した。よくえ、よくね、よく、おお、え、本当にすごい、マジですごい、これすごいね、うん、清楚系、これメタトロンですね。メタトロンね、惜しい、まあ、大事、汚しい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 、うわぁ、やばい、病気だ、やばい、病気は緊張だ、緊張、やばい、緊張、やばい、これ何、おっぱい見てくださいよ、これで強さが分かりませんか。でっかい、そうなんです、めっちゃ強いっすよ、めっちゃ強い、ほんとに強い、やった、この調子でよく引いてほしいんです、僕は。今波乗ってるんだよこれ、多分ざけんなよ、お願い。あー、まあまあまあ、そんな銀じゃないですか、銀でね、まあまあまあ、男じゃないですか、銀で男ってどうするそう、美少女ゲームなんだね。まあまあまあ、もう一応取り直す。はい、はい、来た、うわー、すごい、うわー、やったー、やったー、マジ終わったいや、やった、ありがとうございます。見た、今の俺が弾いてからの流れ、すごい、すごいでしょ、はい、もう余すとこなく当たったでしょ。いや、素晴らしい、本当に呼んで次からもう呼ぶ、弾くときはもう、うん